こんばんは、赤月です。今夜も元気に大阪城。宮迫さんのね、あの動画、レペゼン地球の DJ 社長さんとねコラボしてるのがね、これが良かってね、すごい面白かった。なんかこの人見たことあるんやけども、こうじっくり話聞いたのはね初めて。まあ、あの売れっ子 YouTuber なんだけども、こう見た目がこれでしょ。で、私早速あのコメントしてるんやけども、レペゼン社長は見た目が反社なのに良い人だから良いコラボ面白いって書いたらね、なんか いっぱいなんか返信、あ、 DJ 社長が正しい名称なんで、レペゼン地球っていうグループの DJ 社長っていうらしいんですよね。良い人ってだって話聞いたらね、良い人みたいにね、まあ、初めてあのじっくり話聞いたんやけど、なかなかいい人やから、あのレペゼンさんのチャンネルもね、あの登録したの。だからいろんなね、新しい人をね知りたいしね、へーってこういう人が今売れてんねんなぁ思ってね、勉強になるしね。いや、見た目反社やろ、どう見ても私の年代からすると、まああの反社は失礼かな、まあやんちゃ系のちょっとまあちょい悪系、昔やったらちょい悪系言うたらおじさんになるわな、まあそういう印象じゃないですかね。なんか わざわざボサボサにの部屋に住んでんね。でもすごく良かった、この人の話。あの、宮迫さんもね、勉強になるいうぐらいね、あ、なるほどなと思って。やっぱり賢い、この人ね。へーんと思ってね。それで、このエペゼンさんの動画も見てみたら、これがちょっとね、あの、お仲間たちが、こう、宮迫さんを笑わせたら、宮迫さんは、あの、なんていうの ?YouTuber 脱退みたいな、賭けみたいなことやっててね、ちょっとお下品やったけども、まあ、宮迫さんのリアクションがね、面白かったからね、まあいいんじゃないかなと思って。ほんで見たら、あの、3.2 万ものいいねがついてるじゃない。やっぱり良かったの。だから初回のね、ヒカルさんも、まあ一生懸命、あの、いじってくれてね、それなりの、あの、サービス精神もあったんやけども、ヒカルさんの動画はちょっと、あの、宮迫さんのね、いいところを引き出せなかったっていうかね、最初やから、あの、こう、いじり気味でちょっと、マイナス、風なこともね、どんどん行っちゃうっていう作戦はいいのかもわからないとも思うんやけども、あの悪評価がね、あの低評価がめちゃめちゃついてたじゃないですか、ヒカルさんの場合はね。でもこれはあの良かった、すごく。だからそれこれ気に入ったんで、そのレペゼンさんの方もね登録して、これからちょっとあの DJ 社長という人がね、どんな人なんか見ていこうかなと思ってるんですよ。とかこなんか結構私のコメントにもね、いっぱい要件書いてもらってね、やっぱり人気やねんね、あの DJ 社長さんっていうのね。へーって、そうなんや思ってね、やっぱり若い子の研究もしないとね。なんか最近も N 国のことばっかりでね、あの N 国関連のちょっと動画見てもはっきり言ってあんまり面白くないね、まあ、何かことが起こったらちょっと調べてね、これはいけないよっていう動画を上げたいなと思ってるんですけどね。ちょっともう N 国で飽き飽きしてたところに宮迫さんがね、あの YouTube デビューして、これは私毎日ね、あの見ていこうと思って、で毎日動画、宮迫さん応援動画を上げる予定。すごくねいいんですよ。で宮迫さんってね、歌うまいんですよ。あの歌うまいと言ってもどっちか言うとクラブなんかでのショー向きのねうまさ、だからディナーショー向きっていうのかな、なんかこういうクラブなんかでその宮迫さんの歌聞いたらすごい酔いしれるなっていうぐらいね、うまかったの。だから歌も聞きたいしね。で私は宮迫さんの雨上がり消したいって、まあほとんど見たことなくって、まああのゴールデンタイムでなんかその MC やってはるところを数回見た程度しかね、宮迫さんのこと知らないんやけども、まあそんなにね叩かれるほど悪い人やと思えない、どう考えてもね。であの反社って知らなかったわけやから、で何がそんなにこう6ヶ月も干されるほどのね悪いことをしたのかね、それが どうしても理解できない。もう本当にアンチコメントとかそのアンチ動画を見たらほんまにあの ひどい、なんていうのかな、もうどこやったかな、消しちゃったかな、もう人間として最低呼ばわりをねしてるじゃないですか。でも本当にこの DJ さんとのね、この動画良かったから、あの、皆さんもね、ぜひ見てください。なかなかいいこと言うね、あの、DJ 社長やね。感心した、私。だからこれからね、あの、
毎日宮迫さん応援動画を上げます。感想やね、動画見た感想ね。で、あのなかなか良かったんが、そのセカンドアンチについてね、これ語ってはるとこもね、 なるほどねって思って。セカンドアンチって何かと言ったら、アンチっていうのはその、 あの涙の謝罪会見も全て見て、でいろんなことを全て知ってる人が、まあ、アンチで言うのはいいんですって。なかなかあの的を得たこともね、あのアンチの人は言うけれども、あの困るのがセカンドアンチっていうのが、その人の言った言葉を二次的に聞いてるだけやのに、そのあの死ねとか消えろとかね言う人たちが多いことについてね言ってはんねんけど、それをこのあの DJ 社長がね、そういう人たちもなんかわざわざね、あのこう検索して探してわざわざそのアンチコメントを書き込みに来るんですよ。でね、そんなことする時間がもったいないでしょうとかね、そういう言い方もしつつ、まあ考えようによったら、そのアンチもわざわざ見に来てくれるわけじゃないですか。そういう考え方っていうのかな、なるほどなとも思ったし、そういうのに全然めげないタイプのね人なんよね。だから最初がなんか YouTube デビューした時はやっぱり家族とかあの友人たちからもやめろやめろのあの一斉に言われて、あのそういう状態やったらしいんだけども、売れたらみんな手のひら返しになるいうかね。だからなかなか勇気づけられたんじゃないですかね、この DJ 社長さんとの対話で。あの宮迫さんもちょっと感心してたしね。だからこれから期待ですよね。だそういう人たちとね、どんどんコラボしたらね、あの宮迫さんはやっぱりプロやからね、トーク力もあるんやろうし、まあ、生き残れると思います。私はもうすでにこの 3.2 万ものねいいねがついてるし、まあ、低評価もついてるけれども、まあ、完璧にいいねが多いじゃないですか。で、まだ3日ぐらいなんかな。そうですよね。これで 3本か4本目じゃないですか。だから有望なね、YouTube ですよ。面白いと思う。だからいろんな人とね、コラボやって、あの、トークをね、聞きたいと思います。ほんで、私のコメント返しなんですけれども、なんか、反論の方もね、あるみたいですよね。あなたの論理論評あまりにも試験と思い入れが強烈すぎて、決して何のフォローにも評価にもなっておりませんとかね。バッシングと世間の評価、常識は冷静に判断して受け止めなければなりませんと。宮迫博之の人間性や性格等を占いで公に論ずることに異議を唱えますと。え、同時に何事も冷静沈着に努めてくださいと。大きなお世話や。だからそういう、この人こそあの、セカンドアンチやね。だから、あの、みんなが言うから、あの、バッシングするの？それはおかしいと思う、私。私、だから、あの、例えば、100人があかんと言っても、私がいいと思ったらね、あの、かばう。私はそういうタイプ。で、そもそも、その、世間体で生きてる人っていうのは、あの、メンタル、折れた時にね、もうとことん落ち込みますよ。その、基準をこう、世間に求めてるっていうのはね、決して良くない。やっぱり基準っていうのは自分自身に持った方がね、いいと思うんですよ。だから宮迫さんも、あの、これは、これからはもうテレビの時代じゃないと、YouTube の時代だと、こう自分でも決心してね、まあ、YouTube に飛び込んでこられたわけで、なかなかいい企画やと思うんですよ、これは。まあ、すでにいろんな芸能人が出てきてるけどもね、だから芸能人にこの YouTube の時間を取られたくない人たちがやっぱりバッシングして芸能人追い出そうと企んでるのかもわからないけれども、やっぱり面白ければ見るし、でやっぱり宮迫さんやったら今までテレビでね、その第一線張ってはった人やから、当然面白い内容になっていくと思うんですよ。もう素人が太刀打ちできないようなね。だから私も自分で YouTube やってるけれども、最近 N 国も飽きてきたしね、どうしようかなと思ってるところで、まあ、面白い番組が出たらできてきたらな、あのできてきたらいいなと思うしね、あのこれからちょっと毎日宮迫さん感想動画をね上げる楽しみができたんでね、非常に喜んでるんですよ。ほんでね、その避難する人たちのひどさっていうのもね上げていこうと思ってね。例えばね、あのエミチャンネルも、あれ昔の動画やったんかな、あの宮迫さんのことをね、あの ロンドンブーツのりょうさんの方はもう憔悴しきってたけど、宮迫さんは元気やったとかね、そんなんで叩いてるしね。で、なんか何の番組か知らんけど、声だけの番組のやつの動画見たんですけどね、あの大阪の笑いを大事にしてほしいって、昔からのね、なんかその、 あの単純な、なんて言う言い方してたかな、そういう
吉本のね、古典的笑いを大事にしろって、それは上沼恵美子さんの主観じゃないですか。私らもう今更そんなん見たいと思わないしね。まあ、中にはあの池のメダカさんとか、あのなんや、あの猫の真似とか、そういう古典芸あるけれども、さほど見たいとは思わない。やっぱり新しいね、あのこの DJ 社長、すごいなんか衝撃的、私らの年代にした65歳ですけれどもね、あの DJ 社長面白いと思ったし、あ、今の若い人ってこういう発想なんかっていうね、刺激もあるしね、これからだから宮迫さんとコラボする人は注目やなと思って見てます。で、ヒカルさんも良かったけども、あの桃子さんなんかはね、ヒカルさんのあのやり方がうまいで、ちょっといじり方がね、まあ、けなすようないじり方がうまかったよって褒めてたけども、なんかその問題のあった芸人さんっていうのは、まあ、いじりっていうか、そう、あの世間から言われるようなことを、バッシングを先にね、あの本人にぶつけて、世間のバッシングをこう弱めようっていうようなね、配慮みたいなのがこう伝統的にあるみたいやけども、それ私は素人からしたらね、なんかそれももう飽きてきてね、あの例えば加藤、何だっけな、スッキリのあの MC やってる人に、加藤何やったっけな、名前忘れたけども、その相方の極楽とんぼの山本さんをテレビに出して、なんかみんなでレスリングみたいにして、もうあのいじめまくるみたいな番組やったじゃないですか。それも相方を思って、あの本気でやるんかとかね、その制裁みたいな形で晒したけれども、でも結局やっぱりあのその山本っていう相方はね、テレビ出るまでにはならなかった。あの人は、まあ、やったことがね、やったことやから、もう、まあ、陰行みたいなことをね、やったわけやから、それはなかなかちょっとテレビに出るのはね、なんぼいじり倒して、いじめ倒しても、まあ、もう、泣きながら、けなしてても、それは無理やと思う。逆にね、なんかそこまで、あの、泣いて、暴力的にその、いじめ倒してるところを見せつけてね、そんなんで、あの、許されるような問題じゃないし、その辺はその加藤さん自身がその相方を見捨てたくない、ここまであの相方思いやっていうのを見せつけているような感じがしてね、あんまり感じは良くなかった。ほんで同じようにロンドンブーツ1号2号のあの淳さんがあの亮さんのことをこう事前にあの前座みたいなことをして、あの会場を温めておこうというその配慮をわざわざね、動画にして見せてたけれども、それもやっぱり相方思いのアピールにしかね、まあ見えないんですよね。だから亮さんの場合も、亮さんのそのお笑いもロンドンブーツ自体ほとんど見たことないんですよ。だからそのどんだけ面白いのかも知らないし、あんまり見たいと思わない。むしろその宮坂さんの方がね、どんなこと言うんやろうっていうふうにね、あの興味はすごく持ってますよね。だから亮さんみたいに、まあ、あのいい相方同士やねんなという感想はあるけれども、かといって見たいかって言ったら別に見たくないのよね。ほんで結局その淳さんがその客席を温めて、みんなマスクしてるのね、あのコロナウイルスのせいでそのかかってる人いてる言うて、どうもないから、まあ、あのできたら外してほしいと。で今りょうくんの方はなんか怯えてるとかね、そんな風に笑かして、あの会場を温めてね、そういう前座してるところをわざわざ動画にしてね、あの見せてはるんですよ。ほんでその次回はまたにっていう感じで、肝心のりょうくんが出てるところ見てないんですよね。だからそれって何なんか、なんかそういう順番を大事にするっていうの、それも理解できないよね。私ら一般視聴者からしたら、そもそもあのテレビ見ないしね、もう最近かけとっても1週間に10時間も見ないですね。まあ昼のバイキングは見るけれども、その後見ないしね、ほんまテレビ見なくなった。もうそもそも NHK なんか全然見てないしね。あ、でも今度時代劇は見ようかなとは思うけれども、そもそもテレビ見たいと思わなくなったから、やっぱりあの YouTube で面白い人をね探す方があの時代なんかな。だからね、なんでね、あの宮迫さんが YouTube したらあかんのか、それってなんなん、誰かをこう祭りにしてこう落としめたいわけだから。昔からいろんな芸能人がね、その炎上騒ぎになって外も出られへんぐらいになって、こう被害者いっぱい出てきたじゃないですか。あのなんとかいう鈴木なんとかいう人も、なんかあの実際に起こった殺人事件の犯人と、あの誤解されて、誤解のまま炎上されて、あの
過去に殺人を犯している犯人やとかね、そんな恐ろしい世の中にもなって、だからそういう感じでこうみんなが言ってるから、あ、バッシングしてもいいんやっていう、なんかこう線が緩くなってるよね、なんかその人をバッシングすることに。まあ、言っても N 国はね、あのバッシングしてもいいと思うんですよ。そういう高等としてあるのが許せないですからね。そういうようなモラルのない政治家にはね、出てきてほしくないので、まあ、一般の人にはそういうことは普通しないですよ。でそういうのとは違う政治家であってほしくないっていう人と、まあ、芸能人ですやんか。芸能人なのになんで半年間も無職でね、それは働きたいに決まってるやないの。でなんで YouTuber なんか素人だってできんのにね、なんでその知らんと反社の人のお店なんていうのイベントに出たからってね、なんでここまでねバッシングされて叩かれなあかんのかね、全く理解できない。それが世間の評価だから、世間がおかしいんですよ。それはね、どう考えてもおかしい。だからそれほどのことかっていう話でしょ。半年も干されるって普通の一般人考えてみなさいよ。何か不始末を起こして会社クビになってどこも使ってもらえない、で半年間無職でねホームレスするんですか。だからそれがおかしいんです。かと思えば山売り園のね犯人40数人こう死傷者出してね、20〜30人殺してるじゃないですか。そんな犯人がなんで死刑にならないんやってね、その辺もおかしいと思います、基準がね。だからそういうのも山売り園の犯人こそもう死刑に、ね、なってほしいと思ってます。だからそれと比べてなんかその世の中の基準っていうのがね、ちょっとねじれてるなと思うんですよ。人の影響を受けすぎっていうかな。そもそも恩赦もね腹立つしね、天皇陛下は大切な存在なんですけれども、なんで恩赦みたいなのがあるのかね、それも理解できないし、で今の時代はないけれども、昭和の初期の頃にね、恩赦で一家6人殺した人が恩赦で釈放されてるんですよ。そんな時代もあったんですよ。ありえないでしょ。だからね、そういうおかしな基準っていうのはね、やっぱり誰かがこう異議申し立てしてね、ちょっと修正していった方がいいなと思ってます。だから YouTube も動画健全化運動的にね、やっぱり過剰なバッシングはそれはそうじゃないよっていう意見も今誰でも言える世の中ですしね、まあ、動画の世界はねそういう風になってきてるし、だからテレビよりも双方向でやり取りできる YouTube っていうのはね、非常に有効な情報伝達手段だと思うんですよ。一方通行じゃないからね。だからいろんなコメントも来るし、で動画もどなたでも出そうと思えばね出せる世の中じゃないですか。だからプロもアマもないんですよ。だからみんながやりたいこと喋りたいことをね発信できる世の中になってね、非常に良いことだと思ってます。まあ他のコメント返し、また明日にでもね、こう順番にね行きたいと思います。今日はこの辺で、宮迫さん応援動画を毎日脱動報告でした。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。ではおやすみなさい。